アナキンだ。いやしかしクッパも倒しまくって平和だよね、キノピオ。キノピコさん、うん、そうだね。ねえ、お茶してる場合だよ。お茶お茶、今すぎてお茶してる場合だよ、もう本当に。お茶する以外なんかないもんね。大変だ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 よ、兄さん。どうしたんだよ、ルイジ。ねえ、そんなに慌てて何してたの。大変なんだよ、みんな聞いてくれよ。何？あっちの怪しい屋敷でなんとキノコが盗まれた事件が発生したみたい。事件だよ、事件。キノコが盗まれた事件。キノピコ、キノピオ、これは事件の匂いだ。事件って言ってるじゃないか、兄さん。そうだったね、事件の匂いだじゃねえわ。これは事件だ。私たちマリオキノピコ探偵でその事件解決してあげるぜ。この二人が元好きの子盗まれた。元好きの子盗まれた。行くぞー。こっちだっけ。それは一回こっから出ないとね、またこのキノピコの家をクリアしないといけないのか。そこはカットすればいいでしょ。あ、そうだね。こっちだよ、こっちだよ、兄さん。この家だ。確かにすごく怪しい場所だが、行ってみよう。事件を解決しないとな。では入って入って。待って、どこにあったの。事件の説明をするよ。まずこの部屋は密室だったんだ。ここをオンにしとくね。うん、こういう風に見て、密室だよ。ここもちゃんと鍵が閉まってるから他に行く場所はないはずなんだけど。そして僕が聞いた話では、この机の上にキノコが置いてあったらしいんだ。でも今はないよね。だからこの密室での消えたキノコ事件なんだ。なるほどな。この部屋は誰も住んでない。この部屋には誰もいなかったわけではないんだな、ルイジ。そうなんだ、ここの部屋には誰かがいた。この部屋の屋上にみんなに集まってもらってる、その3人が怪しいんだ。なるほどね。キノピコが遊んでたように、このインテリアをどうこういじっても脱出できるような場所でもないみたいだな。まあ脱出手段はともあれ、盗んだ犯人がその中にいるんであれば、その犯人を見ればもしかしたらわかるかもしれないし。見てみよう、キノピコ。何してない。いや、だから君が犯人とは言っていない。あー、よかった。それじゃあ屋上に行こう。屋上に行くにはこのオフだな。よし、じゃあ屋上への通路を今開けたぞ。よいしょ、屋上に行くよ、みんな。ちょっと待って、今からその怪しい人たちを紹介するね。うん、まず一人目がパックンフラワーさんです。確かにキノコが好きそうなぐらい口がパクパクしてんな。そんなキノコ食べないでしょ。うん、でも怪しいっちゃ怪しいけど、まあどうなんだろう。他にもいるみたいだし、その人たちを見てからにしよう。うん、次に怪しいと思う人はこの人、ノコノコさん。赤コーラバージョンだよ。赤コーラバージョンのノコノコ。あ、やばい、急いで犯人を探さないと。時間が迫ってきてしまった。確かに怪しいな。でももう一人いるみたいだし、その犯人を見てからにしよう。犯人って決めつけちゃダメだよ、兄さん。そうだね。そして最後にこの人、でかいクリボー。絶対これじゃないか。絶対これじゃないか、犯人は。そうだよ、キノピコさん、言ってやってくれ。おりゃ、ちょっと待って、なんでそんなことするんだ。犯人だ、うわ、犯人だから昨日キノコがいっぱい出てきたよ。ほら、ルイジ、犯人じゃないか。そうか、そういうことか。犯人はキノコを取ったからでかかったんだね。でかいクリボーの時点で犯人だったんだよ。この二人は関係ないってことだよ。とにかく犯人は分かったみたいだし、早くクリアしないと。30秒しかないよ。うわー。どうするんだ、ここをどうやってクリアすればいいんだ。このキノコを取ればこのブロックは壊せるな。壊した後にこの P ブロックが出てくる。これ、あー、あー、よし、みんな行くぞ、一気に行くぞ。やっと取りに行くんだ。いけ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 、どうやって行くの。いけ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 、時間がない、急げ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 。いや、着いたー。ほんと、着いた、着いた。なんかむちゃくちゃだけど着いた。事件解決だ、一人で行くぜ。いやー、どこ行くの。いやー、事件解決できたね、みんな。うん、まあ、僕たちの頭脳にかかればあんなのちょろいってもんだよ。兄さん、こんなところに手紙が置いてある。兄さん、これを読んで読んで読んで。どうしたんだよ。何が落ちているんだよ。総船長、君たちの噂は聞いているぞ。
さっき謎解いただけなのにいきなり噂あってどんな噂だそんな夢じゃない。名探偵マリオにキノピコだろとその他二人。僕らはその他二人なんだね。キノピオ。うわー、すごい、他二人とかいないの。そこ行った。ルイジ入っちゃったよ。入っちゃったから。ここでさ。まあまあここでいいわ。その頭脳を使って私が出す謎解きのコースをクリアし、私の元へたどり着いてみろ。君たちにそれができるかな。謎の回答クッパ。謎の回答クッパってクッパ言っとるやないか。全然謎じゃねえし、上に顔があるな、あいつだ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 な、あそこにクッパの顔あるじゃねえか。くっそクッパめ、悪だくみだな、きっと。まあ俺らの頭脳があればそんな謎解き簡単に決まってる。行こうみんな。簡単じゃないよ。簡単じゃない。どうしたんだ、ネガティブだな。前向きに行こう、前向きに。よし行くよみんな。わ、クッパね、クッパだけにクッパ城だよやっぱり。よしみんな行こう。あ、まず第一の部屋はここみたいだな。怖い。一度行ったら出てこれないみたいだ。怖い。心して行こうみんな、行くぞ。押すな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 。待って兄さん。いや行くしかないよ、その他二人だけど。行くしかないよ、行くぞ。なんだこの部屋は、すごい部屋だな。ハテナブロックがいっぱいあるのと、下に鍵のついた扉や、前にもあるみたいだな。うん、鍵だらけだね。こんなにハテナブロックがあるのか、一体どういうことだろう。じゃあ兄さん、とりあえず1個ハテナブロック叩いてみるよ。確かにそうだな、叩いてみないと何が起きるか分かんないし。うん、叩いてみよう、ここを叩いてみるよ。うん、うわあ、ちょっと待って、ワンワン出てきた。やばいやばいやばい、これ多分全部、ああ来た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 、やばいよ兄さん、やばい兄さん、兄さん、ああ大変だ、これはワンワンが出てくるってことだ。このハテナブロック下手に叩くとやばいな。なんか暗号がないの。確かにこのコースを始める前にコメント欄に何か書いてあったぞ。これだ、謎の紙。謎の紙にはこういうことが書いてある。3の6 2の8 1の12。あ、これを意味する暗号は一体何だろう。どういうことでしょう。3の6っていうのは一体何だろうな。3の6、あ、ちょっと待って、このハテナブロックが3段あるよな。うん、3の6っていうのは1、2、3、一番下の段の6個目のハテナブロックってことじゃないか。そういうことだよキノピコ、叩いてみて。ワンワンがいるけど。怖いわ。そこだね、キノピコがいる場所だ。うわー、ワンワン出てきた、ワンワン出てきた。ちょっと待って待って、見て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 。こうなるんだ、こうなるんだよ。さっきの3の6っていうのはもしかして一番下じゃなくて3は一番上かもしれないね。うん、一番上の6個目を叩いてみよう。よし、じゃあ3の6だから1、2、3、4、5、6、そこだね。じゃあ叩いてみて。わわ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 わ。そうだな、もう数えてもしゃあない、全部叩いてみようぜ、いくと。ワンワンしか出てこない、ワンワンしか出てこない、ワンワンしか出てこない、地獄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 。ダメだこれは、適当に叩いてたんじゃ絶対ダメだよ、ちゃんと考えないといけないみたいだな。どうなってんだろう、ここは。うわ、出てきた。よーし、もうちょっとちゃんと考えてみよう。やっぱりワンワンが出るみたいだから、ただ謎の紙を絶対解読しない限りはこれはわからないはずだ。鍵は閉まってるよね。うん、よーし、じゃあ6、3の6、やっぱ3は一番下だと思うわ、それは合ってるんじゃないかな。本当？ただ6番目っていうのがこのハテナブロックが6個目じゃないんじゃないか、もしかして。そういうことか、もしかしてハテナブロックの横にも空間があるけど、これを1と数えていけば6個目ってどこだ。1だろ、2、3、4、5、6。ルイージ、君がいるちょうど真上だよ。もしかしてそこが6番目なんじゃないか。じゃあ押して、じゃあキノピコ叩いてみて。出てきた、鍵だ。そういうことだったんだね兄さん。よし、鍵をゲットだ、入ってみようキノピコ。どこに行くんだろう。扉が開いたぞ。え？あ、扉は開いたけど、こっちが、まだ鍵がいるみたいだ。
どうやら鍵は1個じゃないみたいだね。よし、もうちょっと戻って探してみよう。でもさっきの暗号で分かった通り、真ん中をめっちゃ叩いてみたら、次の2の8っていうのは2段目だね。2段目の8個目だよ、場所は。1、2、3、4、5、6、7、8だよ、ここだよ、叩いてみて。うわー、出たー、鍵が。一番上の暗号は一体何だった？1の12って書いてある。ということは12番目か。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12番目、ここだ、きっとここだよ。オッケー、見つかった。これで鍵が全部で3つだったんだね。さあ入ってみよう。さあどんどん開けていこう。よし、まだ鍵はあるぞ。これでいけるのかな。お、ちょっと違う場所に着いたみたいだね。気をつけて、カルちゃん。なんかドッスンがいる。ドッスンいる。でっかいな、あれ、ドッスン。あ、ちょっと待って、どうなってるこれは。ガス巻きがある。上には行けないの？ちょっと上に様子見てくるね。そこ戻れないから。あっちに行くとドッスンが 100% 襲ってくるよね。多分ドッスンが襲ってくる前に駆け抜けるしかないみたい。よし、仕方ない。その他2人は置いて、カルちゃん行こう。その他2人なんてかわいそうだよ。その他2人は、ドッスンが向いてる、見てる。行こう行こう。行くよ、急げ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 、キラピカ出した。キラピカ戻ることはできないみたいだね。何があるんだろう、このブロックは何。まあでも中間ポイントは通過してるし、とりあえずここの謎を解こう。なんだこの部屋。オンオフスイッチ。オンオフスイッチ。あ、ここの下から行けるみたいだけど、他には何かある？このブロックは何？壊せそうだけど。壊せないよ、僕らちっちゃいからね。でもここにもさっきの P スイッチ、鍵があると。鍵、ここの P スイッチを押したらさっき5位になってたよ。でももう戻ることはできない、ドッスンがいるから。このドッスンがかなり邪魔してるわ。となると、そのオンオフスイッチを押して下に行く必要がありそうだね。じゃあ押すよ。特に何もないよな。じゃあ行ってくる。行ってみよう。何これ。じゃあちょっと兄さん、キノピオと僕がここに残ってるから2人で行ってきて。すごい地下道だな。キノピコ気をつけろ。何かある？このバネが。なんだそのバネ。何のためだい。うおー、危ない、こっちは溶岩だからな、死んじゃうぞ。これ Y ボタンでもってさ、あそこ行けないの。そうか、これを持ってあの部屋に戻ればいいのか。そういうことだな。よいしょ。よし、そのバネに乗って行ってくれ。行けそうだ。よし、このバネを使えばなんとかなるんだな。さあここまでは来たけど、矢印があるよ。矢印があるね。ここに置くのかな。置いた置いた置いた。おー、いいね。なんもないけど。なんもないね。そうだ、さっき始めるときにコメント欄にあった謎の紙2って書いてあったから、これは2番目の部屋、ここのことを指してるんだと思う。10、右、2、左、5、右、7、左。なんだこの暗号は、変な暗号だな。でもそのバネとこの下の床で怪しいのはもうそれしかないんだから、考えられるとしたら、わかったよキノピコ。んー、その矢印の地点がポイントだ。そこがスタート地点。こっから数えるんじゃない。そういうことだよ。そこにこのバネを置けばもしかしたらいいんじゃないか。よし、じゃあキノピコ一緒にやってみよう。よし、じゃあスタート地点がここだから、そこに立って、まず、そうだよ、右に10歩行けばいいんだよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、そこが10だね。次は左に2だよ。1、2、次の暗号が、右に5、右に5だよ。1、2、3、4、5、そして最後が、左に7。1、2、3、4、5、6、7、そこだね。よし、そこにじゃあバネを置こう。はい、ちょっとずれた。はい、じゃあちょうどいかねえな。こんなもん。おお、ちょうど乗った乗った乗った。そこにじゃあ何かあるってことだ。行って、キノピコ。出てきた鍵だ。よし行こう。これで出れるぞ。
どこに行くんだろうね。怪盗クッパは一体どこにいるんだ。どういうこと。あ、落ちろ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 、うん、大丈夫。なんだこの道、怪しいな。あ、ちょっと待って、やばいやばい、これってクッパだ。くそ、怪盗クッパめ、俺たちを待ち伏せしてやがった。行くぞ、カルちゃん、行くしかないんだ。やばいやばいやばい、やばい、いたいたいた、クッパだ。私の元へたどり着いたか、やるじゃないか。私はな、勝手に動くから火は吹けないようにできない。喋ってはいるが火を吹いてる、避けるんだ。うわあ、そっち行ってる。うわあ、いや、行くな行くな、早いぞ行くな、まだ喋ってんだから。君たちの頭脳は確かだった、だがここにいるのは私クッパだ。ここを抜けない限り脱出することはできない。そう、怪盗クッパ、怪盗クッパっていうだけあって、なんだ、何を盗んだんだ。何も盗んでない。なんだ、なんで怪盗ってつけたんだ。その方がなんか謎解きっぽいからだ。私を倒してみろ。あ、倒した。あ、私もうわー、やったー、やったね兄さんって、死んでる。いやー、なんとかね、怪盗クッパを無事に倒すことができたということで、今回のマリオ&キノピコの名探偵ごっこは終わりです。もちろんこの今回遊んだコースは、投稿してますんで、みんなもこの謎解きにチャレンジしてみてください。まあ見た人はもうね、謎解き分かっちゃうけど。それじゃあ今回は以上になります。この動画が面白かった人はグッドボタン押してね、チャンネル登録よろしくね。他にもたくさん動画があるんで見てください。それじゃあ次回の動画でまた会おう。バイバイ。バイバイ。